タピとアンジェとアイミとサノです。イエーイ。はい、今日の企画はサウナで誰が一番寄れないメイク選手権です。まあこの企画は単純にサウナ何セットか入って誰が一番メイク寄れてないか戦うってだけですね。はい、はい、ということでサウナ企画初めての人。はい。お、ねえアンジェなんで嘘つくの。嘘だった。じゃあ本当に初めてなのはレイタビとアンジェ以外初めてってことで、3人どうですか、初めてのサウナ企画は。普段からサウナ入ったりしますか。サウナめっちゃ好きだよね。週どんぐらいで行ってるんですか。月に1回行くか行かんかくらい。あゆみちゃんはどうですか。あゆみは二日酔いの日とかめっちゃ行く。ということで、まあ、皆さんあの普段入るときは基本的にすっぴんで入ると思うんですけど、今回はあえてメイクしてもらって誰が一番寄れないかっていう、なんかザ・ギャルな感じ の企画なんですけど、一番寄れない自信のある人は。あ、なし。もう寄れるだろう。絶対に寄れる。まあ、ということで今回は、全部で3セットサウナみんなで一緒に入ってもらって、1セットずつ顔の状態を確認して最終的に誰が一番寄れてないかっていうのを、やっていきたいと思います。はい、ということでまず最初にみんなの水着をサクッと紹介していきたいと思います。せーの、どうぞ。はい、あゆみの水着はトゥーザシーさんの水着になってます。基本的に、水着色物はあんま買わないので、このブラウン系が可愛いなと思って色に惹かれて購入いたしました。以上です。セラです。セラの水着はこんな感じです。これはピトさんのブランドのアレイシーなんですけど、アレイシーはめちゃめちゃ愛用してます。で、この水着の可愛いところ、ポイントは前のこの部分、隙間があるのと、うん、背中のここですね、うん、なんかシンプルそうに見えるけど、ちょっとこういう穴が開いてるところで、ちょっと可愛さ増してるところが個人的にはめっちゃ可愛いポイントだなと思います。以上です。レイタピです。レイタピの水着はこんな感じです。この水着は、ピンキーシェイクさんの水着になってるんですけど、可愛いところはこのトップスが水着っぽくないから、これ結構リアルに普段使いもして私服みたいに着てるんですけど、この形が珍しいなと思って購入しました。以上です。はい、アンジェです。アンジェの水着はこんな感じです。この水着 の買ったポイントはピンクが好きなのと、このバンドゥー型っていうのかなの水着探してたんで、これぴったりだなと思って買いました。ブランドはどこのですか。シーンです。以上、アンジェでした。はい、カノです。カノの水着はこんな感じです。これはシーンです。こういう柄結構好きで持ってて、こういう柄ばっかり持ってます。白ってあんまり持ってなくて、この柄が好きなのでました。サウナ入りやすいかなって形してます。以上です。行ってきまーす。行ってきまーす。イエーイ。行け。熱っ。待って。熱っ。待って、入らない。熱っ。やばい。あ、ダメだ。おいで。それだけは。それは死ぬ。それだけはやばい。うわ。どうぞ。マジ気持ちいい。これえぐい。どうですか、今1セット目終わりましたが。めっちゃ幸せ、ここ。ずっとここ降りたい。プールみたい。でも結構サウナの中でも95度ぐらいあったらさ、結構暑い方だよね。暑かった。お互いのメイクのよれ具合どうですか。でも案外、汗めっちゃかいてるけど全然よれてない。よれてない。まだ眉毛とか消えてない。
てない。まだ消えてない。あります？ある、全然ある。なんか家の中の方がめちゃ整いそう。あ、涼しいから。あ、一番手前が出てる。どうですか？あ、全然よれてない。嬉しい。本でも全然ちょっと浮き始めたかなぐらい。鼻が結構多分すぐ終わる。次ぐらいできますかね。絶対来ます。顔見せてください。絶対やばそうです。今ひっかいてもうたんですけど。あ、でも確かになんか眉毛から茶色い液体出てきてる。やばい、それはやばい。ということで2セット目入っていきたいと思います。イエーイ。いってらっしゃい。もうここでやばい。ここでサウナできる。ここで。あ、いた。おー、やばい。あ、冷たい。まだいる人は。やばいですか？全然よれてない。イエーイ。痛い。痛すぎます、マジで。すごっ。あ、気持ちいい。汗やばいね。汗、汗やばいです。気持ちいい。気持ちいい。どっちどっちどっち、わかんないわかんない。はい、じゃじゃ。あ、気持ちいい。ということで2セット目終わりましたけど、お互いの顔見てどう？みんなちょっとこの子ちょっと来てないみたいな子いる？全然よれてない。全然よれてない。そう、サウナ入った一応次ラスト3セット目が一応今のところラストになってるんで、もうちょっと頑張ります。みんな最後最後ラスト整いしちゃってください。はいはいはい。ではラスト3セット目入っていきたいと思います。いってらっしゃい。どうぞ。逆だよね。やば。こっち見て。こっち見て。こっち見て。アンジェ。やばい。はい、こっち見て。どうですか？見て。ここ。なんで？なんで？あゆみどう？結構来てる。目が痛い。かのちゃんどうですか？はい。やばい？浴びましたもん、頭から。やばいです、マジで。でも、ちょっといい感じになってきました。セイラとアンジェどうですか？え、やばい。最高です。あんなか地獄、こっち天国天国。あゆみさん、整ってるところ失礼します。あ、くそ首折れるとこだった。レイタピさん、はい、あ、すごいですね。パンでの取れ方がやだ、絶対今ブス。可愛いけどファンデがって感じですね。だってもう代償、代償がでかすぎて辛い。はい、ということで3セット終わりました。バグってる。入った瞬間ほんとびっくりした。みんなやけどレベル。はい、ということで誰が一番メイク寄れないか選手権結果発表。イエーイ。ということでじゃあ今回は、お互い見てもらって一番この子が寄れてないなっていう子をそれぞれ指差ししてください。でいいですか？じゃあ皆さん決まりましたか？はい、せーので、はい。おお、やった。カノ以外全員カノということで、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、選ばれましたが？選ばれてとても光栄でございます。ありがとうございます。は
今日も見てくださってありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。